見ざる言わざる聞かざる登録せざるを得ない登録せざるを得ない改めてゆとり教育なんですが、こちらご覧ください。現在の19歳から27歳前後の人が受けた教育のことでして、土日の授業をなくし週5日制にしました。授業時間、学習内容を3割減らし、総合的な学習の時間を設けることで生きる力、考える力を重視するという教育ですね。ゆとりなんですよね。そうです。それ言われるのがもう腹立つんでしょ。腹立ちますよ。なんかゆとりは根性ないみたいな、それ大前提って言われるのすごいイライラして、ゆとりだって根性あるやついるもんと思いますもん。お金の使い方だって堅実な人は絶対いるし、私貯金が趣味なんですけど、だからそういう人だっているので、一括りにされたくないですね。なんか好きでゆとりに生まれたわけじゃないですし、大人たちが決めたんでしょって思いますもん。本当にめっちゃ怒ってるじゃないですか。一番かわいそうだったの受験生でね、はい、まあ、来年から数学物理はもうゆとりじゃないわけで、はい、3割あった分量増えるわけでしょ、うん、だから今回失敗したら浪人できないと、はい、それだったらランクを落として自分の志望校よりちょっと下を狙おうっていう人たちがすごく多かったっていう話でしょ。かわいそうに。実際問題、ゆとり世代は学力が劣るんですか。いや、いろいろ学力テストだとか国際的な順位とかで落ちたことは確かなんですね。落ちたことは確か。でも、まっちゃんなんか自分でゆとり教育だったでしょ。俺だってゆとり教育だった。勉強なんかしなかったでしょ。ああ、そうですね。国としてはゆとり教育じゃなかったですけど、ご家庭として脳内の中で言ったんです。まあ、俺は完全にゆとりだったもん。え、小倉さんもそんなに勉強、ああ、受験勉強やったことないもん。ああ、でもそうです、ね。足が速いから入れただけで学校に。あ、陸上で。陸上でですか。へえ。でもやっぱり地頭がいいというか、それアナウンサーになってっていうのはありますから。いや、違い。たまたま運が良かったんだよ。いや、でもなかなかそんなね。いやいや、本当そうなんだよ。俺の場合は。松本さんはもう勉強はもうほぼしてきてない。僕はまあほぼしてきてないですね。で、詰め込み教育の世代じゃないですか。世代やけど、まあ本人は、俺はあんまりあれですよ。もう家計はゆとりはなかったけどね。家計のゆとりはね。だけど、勉強もしなかったし。これでも、弁護士先生、井上先生。この教育制度っていうのは、どの段階で、まあ、実際に受験だけで言えば、先ほどおっしゃったようにほとんど聞く土曜日とか夜にですね、塾に通うようになりまして、やっぱり一番上での教育競争は変わりませんので、うん、実際には私立学校とか塾がまあ非常に潤った形になって、すると親の収入によってチャンスが変わってくるという、教育の格差が生まれてくるという問題もありましたですね、うん、親の収入によって成績がいい人と、じゃあ貧しい家に生まれた人は成績が悪いみたいな、その平等性が欠けるという、結局塾に行ける人が上に上がっていくみたいな、そういうこと。生活レベル中の上以上じゃないと東大は無理だって言われてたから、まっちゃんなんか入る頭あっても無理だったわけよ。うん、っていうか僕みたいなもののせいなのかもしれないですね。ゆとりってやっぱ規制を発したりするとか、これじゃいかんっていう、はいはい、松本さん的な人が日本中に散らばって規制発するからこれはやばいと。かわいそうっちゃかわいそうです。でもね、なんか被害者、子供らは関係ないですから。